ヤガチャガチャンネル。こっちから行くぜ。おお、というわけでクゼとの勝負になりましたね。直系若頭補佐、全然アイテムないじゃんこの部屋、勘弁してよ。とりあえず一回倒れてヒート打つから、どっこい、大した入んないけどね。うい、クゼさんの場合なんかラッシュの方が相性良さそうな気がするね。一回クゼさんに打たせる感じにしないと。おー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 、わーラッシュな感じか、いて。さあそこで取り出すのがですね、モデルガンですね。よいしょ、モデ、えべ、モデルガンこう。楽しい。俺最低だな。さあはい、ドーン、絶対痛いじゃん。さあというわけでヒートアクションも打ってったので、えい、とりあえずこんな感じで崩してく感じ。あとあやべ、そのジャブ見えねえべ。まあ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 、一回顔蹴っとくか。でおっと、でこれぐらい食らってたらまあ A 連打でしょ。なのでアイテム使ってもエンペラーと X か、じゃあ X 使って、でまあまたゲージ貯められるまでは適当に対処していって、でボーリングで最低キリュウさん。あれ、キューティー来ると思ってなかった、危ない。お、ここでもダメージボーンのサイルだ、ありがてー。よいしょ、はい。立てよクズ、よいしょ、うん、はい。最低。本当に極道の、あの前回の錦のさ最終回ぐらいからさ、極道の風上にも置けない男になっちゃったんだよ桐生さんが、俺のせいで。よい、危ね、あーそんなに、ちょっと待てよ、あっと頭突きから入る、はい、あースーパーマン、やーっと全体的に入ってく、痛い。まあでもまだ肉弾戦でいけるね。おっと、あー硬直かよ。さーて、まあまあまあアイテム使ってとりあえずすっ転んでもらうと。とりあえずすっ転んでもらったの蹴りながら HP の回復も果たしてくっていう運用で、うい、そうだね、カウンターは若干伸ばしが入るんだね。まあ本当はラッシュちょっと金が800万もあるんだったら鍛えろよって話ではあると思うんだけど、よいしょ、あーこれをやってる間にヒートゲージが落ち着いてしまった、あーべべべべ、あーっと、まあとりあえずもう一回起き上がって、あーおつえーな、よいしょ、おい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 、あーい、よいしょ、でまあ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 、よしこれも入れといて、あーいいねいいね、そうできられ入れられるんだったらね、いっぱい入れた方が幸せですからね。さーってごめんクズさん。キリュウてめえは、兄弟手貸せ、このがしばしば、
たし。道島、組長。懐かしいね。ねえ、ワンだとね、結構早めに死んじゃったからね。ご無沙汰してます。怠慢張ってたんじゃねえのか、クズ。道島の若頭補佐ともあろうもんが、みっともねえ恥さらしやがる。風間の器にはほど遠いな。でも親父、その頭が拾ってきたガキがこいつです。桐生一馬です。お前、取り立てで相手ぶっ殺しちまったそうだな。バカな真似しやがって。そのことで組長にお願いに上がりました。俺は誓って殺しはやってません。ですが疑いがかかってる以上、組に迷惑をかけられません。だから俺を破門にしてください。虫がいいこと言ってんじゃねえぞ、バカ野郎。おやじ、こいつは俺がきっちりけじめつけます。これ以上おやじに迷惑かけませんから。お前、片毛に手かけんのか。桐生はお前の裁量で組抜けさせたんじゃなかったのか。そんなこと、いや、俺はしてません。親父に向かって嘘はよくねえな、兄弟。あわぬ。俺もはっきり聞きました。桐生はもう組を抜けた人間だ。それを殺すのに親父の許しはいらない。そう言ってましたよね、クゼの兄貴。てめえら、クゼ。これ以上無様さらす気か。持ってるもの何それ。あれだよね。さあ兄弟、クゼ剣の会の人間なら作法は知っていますよね。兄貴の好きなけじめです。男、見せてください。本当ですか。見ないです、見ないです、見ないです。変な音鳴った。パキンって。パキンって。骨、ああ、血まみれです。痛がらないんですか、クゼさん。痛くないですか。俺、ヤクザじゃなくて引き続きこういうお仕事とか頑張ろうと思います。はい、一度口にしたことだ、桐生一馬、今日限り道島組を破門とする。道島組長、ありがとうございます。桐生、ここまで苦労して組を抜けたかった理由は何なんだ。俺と風間のおやっさんの身の潔白を明らかにするためです。今回の一件、俺は殺しをやってません。
風間のおやっさんも全く関わりありません。ですがあの一壺で俺が金を取り立てた男が死に、組に迷惑かけちまったのは事実です。俺は組抜けて責任取らせてもらいます。ですからどうか風間の親父のことだけは。さあ飯でも食うか。はい、堂島組長。お前が組抜けて取れる責任ってのは何だ。それは絶対に俺があの一粒で男を殺した犯人を捕まえます。それで俺と風間のおやっさんの身の潔白を。そうか、その必要はない。でも犯人は。犯人？そんなのはサツが勝手に探す。お前はもう仇だ。それじゃけじめがつきません。けじめ？だからてめえは仇だろうが。今さらごちゃごちゃうるせんだ。お前は自分の不手際があると認めるところはあるんだろう。はい、少なくとも自分があの場所で追い込みかけなければ、ひょっとしたらこんなことには。だから波紋を申し出た。そうです。安心しろ、けじめならきっちり取ってもらうさ。え、風間が拾ってきたガキ桐生、お前の不手際であの土地に手が出しづらくなっちまった。その責任は風間に取ってもらう。なんと。お前もさっきまで極道だったんだ。この理屈はわかるだろう。堂島組長、極道は一度身引いたらしまいだ。お前は仇として幸せになる道でも探すんだな。狙い通りいかないですね。どうすればいいんだ。じゃあ俺はどうすればいいんだ。畳の上だから靴を脱ぐかな。いやー、なるほど。さあ、カムロ町に帰ってきまして、このままだと風邪をひいてしまいますよ。誰？私は橘と申します。橘さん。橘、あなたが今置かれている状況は全て承知しています。私はあなたと会うこの時をずっと前から待っていたんです。少しだけ話聞いていただけませんか。桐生一馬さん、さあ新たな出会いによってね。お、クリアボーナス100万円。クリアしたら100万円もらえるんすか。すごいね。で、小クリアボーナス、国会議員の給料109万1000円、10ヶ月分。国会議員って毎月109万もらってんのね。えさあ、というわけでございまして、まあとりあえずね、ここら辺で一回テープチェンジといこうかなというふうに思っておりますが、いやいやね、なんかうまくいかなかったですね、桐生さんね。ここからどうなるのか、物語まだまだ見ものかと思いますので、一緒に見ていきましょう。よろしくお願いします。というわけで第2章、闇の不動産王。そうそう、
前回ね結構気になる終わり方というかね感じでしたからね。にしても看板古いな。何、桐生さんのシャワーシーンを待たされてるの俺ら。斬新だな。何この時間。AV 男優みたいな格好で出てきたな。まだ住んでませんよね。よかったらいかがです。悪いが空気にはなれねえ。あんたが誰かを聞くまではな。でもシャワーを浴びるんだ。私に危険はありませんよ、桐生さん。くつろいでください。無理だろ。あの普通に考えて怪しすぎるだろ。俺の服はだいぶ汚れていましたのでクリーニングさせています。すぐにお返ししますよ。立花さんだったな。ええ、ご安心ください。私は仇の人間です。カムロ町で不動産屋を営んでいます。不動産屋。不動産屋、それが俺に何の用だ。料理本当に食べないんですか。まどろっこしいやつとまどろっこしいやつの会話だなこれな。鬼の手。右手は義手です。不作法ならばご容赦を。数年前に失ってから寒くなると痛みます。不思議なものでないはずの指先までうずいて鎮痛剤も効きません。四六時中痛みを我慢するだけです。でも痛みを顔に出すのは面倒なんでやめました。やめれるんだ。そんなことは聞いてねえ。桐生さんは登場過剰という言葉を知ってますか。登場。登場過剰。いくつもの花が集まって大きな一つの花になっているものをそう言います。実はあなたもよくご存知のある花もその登場過剰でしてね。何の話をしてる。ひまわりですよ。おお。ひまわりのあの大きな花はたくさんの小さな花の集まりなんです。子供が集まる養護施設につけるにはいい名前です。風間さんがひまわりと名付けたんですか。あんたは一体。あなたはひまわりで錦山さんと兄弟同然に育った。もう一人、沢村由美さんというお嬢さんもです。やがてあなたと錦山さんは親と慕う風間さんを追って極道の世界に入った。そして今は殺人の濡れ衣を着せられ、その影響で風間さんも波紋の危機にある。もういい。あんたが俺を調べたってのはよく分かった。大した情報源を持ってるらしい。だがなんで俺を調べた。あんたの目的は何なんだ。今カムロ町の不動産屋が欲しがるものといえば一つしかありません。空の一粒に決まっているじゃないですか。まあそうですよね。また殻の一粒か。私と手を組んでいただけませんか、桐生さん。堂島組の若頭補佐たちが殻の一粒を手にすれば風間さんは波紋を免れません。ですが私があの土地を手に入れれば風間さんを守ることができます。それにあなたの縫い衣も晴らさなければ。カムロ町における我が社の情報網はちょっとしたものです。私と手を組めばきっと真犯人を追えます。なんでそこまでして俺を引き入れようとする。
あんたの本当の目的は何なんだ。俺の服を返してくれ、立花さん。私の申し入れを拒むと。あんたの話は俺にとって都合が良すぎる。この街じゃそういう時ほど用心しなきゃなんねえ。生き残るためには渡りに船すぎるもんな。なるほど、少し甘く見ていたようですね。でもいつか考え直してくださると信じています。せめてこの名刺だけはお持ちいただけますか。ああ、わかった。服はすぐに持ってこさせます。では私はこれで。ステーキ食べないんだ。あれだね、殻の一壺について絡んでくる人の数がどんどん増えてきてるね。錦にとりあえず無事だったことを伝えねえとな。多分風間組の事務所にいるはずだ。なるほど、風間組事務所へ向かえ。まあ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 、ここに関しては途中道中イベントがないのであれば、コーンに引っかかるとかある？道中イベントがなければそのまま進んでっちゃいますか。さあ、風間組の目の前に到着しました。ん？でもあれなんだよね、今風間組に行ったとしてももう桐生さんはヤクザではないわけじゃない。どうなんだろうね、入れるのかしら。柏木さん、桐生、錦、大丈夫だったのか。おい、マジかよ、よく殺されなかったな。はあ、なんだ。だがこれで俺はきっちり堂島組を破門になった。そうか、それじゃおやっさんももう大丈夫ってことか。おやっさんのことはまだだ。俺の濡れ衣が晴れねえ限り堂島組はおやっさんに責任かぶせる気だ。なんでだよ、お前がもう組を抜けたってのにか。錦は甘々だな。ただそれでも一歩前進だ。堂島の大門が外れた以上、こっから好きにやらせてもらう。クゼを捕まえて真犯人の居所を吐かせてやる。そうだね、わかった。それじゃあとりあえず柏木さんにも伝えねえと。行こうぜ。いや、俺は登場会から破門された人間だ。もう風間組の事務所には入れない。柏木さんにはお前から伝えてくれ。まあそうよね。俺何言ってんだよ、水くせえな。いいから来いって。せめてものけじめだ、錦。きっちり筋は通す。筋って、お前は何も悪いことしてねえのによ。だったらお前この後アパート帰るだろ。俺もすぐ行くから、詳しい話はそこで聞かせてくれ。分かった、じゃあ後でな。なるほどね。